こんにちは。ピアノ教師の野口幸太です。今回は、ズームを使ってどういうふうにオンラインレッスンをしているのかっていうのを紹介したいと思います。この部屋は僕の教室のオンラインレッスンの専用のレッスン室になっています。ということで、早速紹介しますね。使ってる機材はとてもシンプルで、主に3つです。で1つ目、この MacBook、それから iPhone、iPad。まあ僕の場合は、あの、Apple 製品がすごく使い慣れているので、Apple で揃っているんですが、まあ何でもいいと思います。 でこの MacBook と iPhone が直接ネットにつながっていて、まあそれぞれにあの Zoom のアプリが入っているので、まあそこを介して生徒さんとこうつながっているということになっています。で、もう一つがこの、えー、iPad ですが、この iPad は実はこの有線であのパソコンとつながっているんですね。まあわざわざそうしている理由はちょっと後でご説明しますが、主にオンラインレッスンで使っているのは、この パソコンになっています。で、これはどういうふうになってるかというと、まあ、レンズがここについているので、はい、あの、僕がこうやってピアノでこう、 お手本をあの弾いた時には、生徒さんはこう、僕の右側からこの見れるというような、そんなような状態を作っていますね。ですから、その指先のことだけじゃなくて、この肘だったりとか、体がどういうふうに動いているかとか、そういうような、あのそんな状況になっています、まあ。ちなみにね、椅子はね、僕もこれを使っていますね。ピアノの用の椅子ではなくて、この回転がこうやって自由に効くっていう、こういうあの椅子を使っています。 iPhone ですね。iPhone は、これは手元だけを生徒さんに映してあげたいときに使ってますね。あの、ズームの中には、あの、デバイスを切り替える機能があるので、ピッてこれであの切り替えて、こっちの映像を生徒さんに見せるというようなことなんですけれども、例えば、この上から、こう、ああ、それからこ、この本当にこの横からのアングル、こういうのも、あの、 こういった感じで見せますね、まあ、手に持ったりとか、まあ、置いたりとかいろいろなあのやり方で画面をあの共有しています。<laughs> そして iPad なんですけれどもこれは何に使っているかというとですねあの主に楽譜を生徒さんと あの、共有する、楽譜の映像を共有しています。実はこの中には、その生徒さんが弾いている楽譜だったりとか、それからテキスト類の一切が、あの、PDF で保存されているんですね。でここに映しているものを、この有線を介してパソコンに表示させ、で、このパソコンの画面を生徒さんと画面共有で、あの、シェアするという形なんですけども、なんでそんな、あの、な なんか二重三重みたいな感じでやってるかというとですね。の すごくシンプルで、この iPad っていうのは、この Apple Pencil ありますよね。これでこの書き込みが効くからなんですね。あの、まあ、だからパソコン自体で、このペンか何かで、この書き込み機能が、このスムーズにできるようなものなんだったら必要ないのかなと思うんですが、まあ、残念ながら MacBook にはそういう機能はないので、あの、その部分を iPad で補うというような形になっています。で、その楽風の PDF を何で、この,の iPad のアプリで何で開いているか、 というと、あの楽譜専用電子楽譜のアプリってありますよね。僕の場合はあのピアスコアを使っているんですけれども、それではなくてあのグッドノートというノートアプリを使っています。これはもうなぜかというと、ノートの方がこの書き込むという機能にはすごく優れているんですよね。だからあのグッドノートというものを使っています。ちょっとお見せしますね。 はい。これがですね、今、グッドノートのアプリを開いている状態です。これはちょっと今回の撮影用に仮で作っているフォルダーなんですが、まあ、1、2、3、4、5、6というふうにありますよね。まあ、生徒さんごとにこのフォルダーが作れますので、ちょっと1っていうのを開いてみると、この中に、あのー、まあ、楽譜っていうのが入っています。まあ、楽譜、これ、ちょっとブルックミラーの曲ですよね。で、で、書き込みの自由さっていうんですか、もう直接、こうやってま、あのー、まあ、あの、まあ、ちょっと何色がいいかな。まあ、赤がわかりやすいかな。赤だったら、 あ、だと、ここに、はい、はーい、とか、えっ、ー、と、ピアノ、ドルチャだよとか、素直な心ですねとか、うん、そういうふうに書き込めるのと、あとね、とてもね、僕はね、こう重宝してるのは、レーザーペンですね。こんな、こうやって書くんだけど、これすぐ消えるんですよ。<laughs> こうやって。だから、あの、B から弾いて、これ、ここ、ここ、ここってやって、 ですぐ消えてくれる。だから書き残す必要がないものに関してはレーザーペンがこう使えるわけですよね。まあ、その他にも、その今楽譜をお見せしましたけど、まあ、語線だったりとかね、あのー、トーン記号を書いてあげたりとか、平音記号を書いてあげたりとか、まあ、そういったことが自由自在にできるのがノートアプリかなと思います。ということで、大体の、まあ、すごくざっくりですけれども、僕がやっている、そのオンラインレッスン、ズームを使ったオンラインレッスンっていう、 のはこんな感じでやってますよっていうのをあのご紹介しました。いかがでしたでしょうか参考になったという方はグッドボタン、それからチャンネル登録もお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。